はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の奇跡と方程式丸3をお送りします。で、一応ね、この奇跡と方程式、これで最後です。で、まあ、流れとしてはね、今までと同じような奇跡を求める問題なんですが、ちょっとだけいつもより難易度が変わってます。まあ、前回よりはね。で、1問だけです、問題は。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、これがね、ちょっと難しいなと思う方は、今からこの問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、この問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずちょっと問題確認しましょうかね。で、まず点 Q が直線 2x-y プラス5イコール0の上を動くと、まあ上を動くときに、原点 O とこの Q だね、を結ぶ線分 OQ を2対1に内分する点 P の軌跡を求めようという問題です。で、今まで、まあ、前回、前々回より何が難しいかっていうと、固定されてない点が2つ出てくると。今までは、例えば、これとこれを2対1にね、内分するというか、そういう点が求めるっていう感じだったんですけど、今回まず Q が動くんだよね。2x-y プラス5。これまあ、y イコールにすると 2x プラス5なんで、まあ上にね、こう右上がりの傾きの、この上を動くっていうのは分かってるんですけど、どこかが決まってないのね。で、しかももちろん P の軌跡を求めなきゃいけないから、こいつも動くと。で、2つ動くんだよね。だから、最初に、今までは、こうやってね、P を XY って置いてスタートしたじゃんか。で、これは変わらないの。求めたいのが P なので、それを XY って置いてください。で、もう一個、Q も動くので、Q も違う文字、まあ、AB とか ST、なんでもいいんですけど、今回 ST でいこうかな。二つ置いて、こっからスタートします。まあ、これが今までと違う感じだね。で、順を追って、まあ、切り崩していく感じなんですけど、まず、Q が直線、こいつの上にあるでしょ。ってことは、この Q の座標、ここに代入して OK なので、あ、一応、途中式がある程度いこうか。まあね、テストとかで途中式書く問題の書くパターンもあると思うので、点 Q が、ちょっと待ってね、書く量が少し多いんで。直線 2x-y プラス5の上にあるので、だから代入可能だから 2s、 x のところに s ね、で y のところに t なんで 2s-t プラス5イコール0と。で、途中式を書くんだったらこう1番で番号を振っとくといいですね。で、まずこれが上にあるからこうなると。で、次に、原点 O と Q を結ぶ、つまり線分 OQ ね、こう線分 OQ を2対1に内分する点が P なんだよね。だから、X 座標、Y 座標、それぞれの、内分点を出しに行きます。OQ を2対1に内分ね。で、これ内分点はもうね、前にやってるので詳しく説明しないです。OQ、O が原点でしょ。原点と Q を2対1に内分なので、2対1だから3分のか。で、2対1、OQ だから 2S になるね。これ X 座標の方です。3分の 2S。で、これが P に一致するんだから、P の X 座標と同じだよね。こうなる。いいね。で、また、失礼しました。またね、口で説明したから満足してしまった。途中式だから書かなきゃね。点 P が、OQ を2対1に内分するので、さっきやった3分の 2S、 これがまず X 座標が成り立つと。で、 Y 座標も同じように考えると、まあ2対1だから3分のだよね。あ、同じか、3分の 2T だね。で、これが Y 座標一致するんで、これが成り立ちます。いいね。それぞれの X 座標、 Y 座標それぞれ計算したと。で、つまり、これちょっと S イコールと T イコールに変えてしまいたいので、つまり、まあ、2分の3をかければいいから、S イコール2分の 3X。で、T イコール同じく、2分の 3Y になるんだよね。で、これを
1に代入します。いいかな。で、入るかな。一応これもう一個買おうか。ワンちゃんがめっちゃ吠えてるな。これを1に代入すると、ちょっとね区切りが悪くて申し訳ないんですけど、こっち行きますね。あ、出を突き抜けた。代入すると、ここに代入するので、一応ちゃんと書こっか。2×2/3x だよね。合ってるね。で、マイナス2/3y と。で、プラス5。イコール0となります。で、これちょっと整理すると、まず消そうか。で、分数残すの嫌なので、全体ちょっと2かけますね。で、2かけると、6x-3y+10=0 となる。で、ちょっとこれ途中式のパターンなので、ここ2番で番号打ちますね。で、ちなみになんですけど、ここで終了です。途中式がなければ。いい？途中式なかったらここで終わりにしてください。これ答えなんで。これに直線ってつけて、6x-3y+10=0 としてください。で、途中式を書かなきゃいけないパターンは、この後に2行足します、言葉。で、まず、これは覚えちゃったらいいと思うんだけど、まあ、従って、このことはいいけどね、従って、まず、点 P は、直線つけた方がいいかな。一応、直線つけるか。P がね、直線、まあ、P をね、使って求めてきたので、直線2の上にあります、もちろん。であると。で、もう一個、ここね、逆にっていう。で、逆に、直線、これちょっとあれだね、まあ、ワークとか教科書でよく使ってる言葉のまんまいきますけど、直線2乗の、任意の点だよね。任意の点。点は、条件を満たすと。で、この言葉をつけてください。で、これがあるから、よって、答え。まあ、あれね、軌跡を求めてるんで、直線忘れずに書いて、直線 6x-3y+10=0 と。これで終了となります。途中で書くんだったらね、ここを必ず足すと。いいかな？まあ、直線にこれね、ここの任意の点、これいろんな点が打ちますけど、そこの点がここで求めてきた条件を全部満たしますよってことを一言書きたいということで、この2行を足してください。いいかな？では、今回は高校数学数2の奇跡と方程式丸3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回からなんですけど、次回から領域に行きます。で、まず不等式の表すね、領域、まあ領域の基礎のところ、まずやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。